まあ、これをなんとか打開したいという栃木 SC 時崎監督、まあ、ホームでは強い気持ちを持ってリベンジをしたい。ゆっくりと上がっていきます八千田、うん、その八千田からもう一回森江、中に外側に流れて、あのグランダーでニア、もう一回残した、さあチャンスか、シュート狙った、うん、さあ中央つないで加藤光健、さあ裏へ出るか、飛び出して、いい、さあ小池戻した、うん、ここは折り返しは、さあシュートへ、ミドルシュート加藤光健、そっちにこうパワーを使いたいというふうに話はされてたので、はい、まあ、得点をこう取りに行くという形ですよね、これもね。宇土からのフィード、さあこのフィードから新井です、さあ新井カットインしてくる、うん、先いたように行った、スカッシュートへ、おっと角度が変わったか、クロスバーの上です。ここからまあ黒崎選手もね、ここによく対応したと思うんですよ ね、 そうしたね。ただこれが転がって、うん、そのままちょうど動いた、大森低いボールはシュートが飛び込んできましたが、枠は捉えきれませんでした。ここは佐藤翔回収、中盤でこう拾ってきました、ここがちょっと空いて、国際左足のシュートは決まった、先制点東京ヴェルディ、ついにゴールをこじ開けました。佐藤選手ですね、思い切って振りましたね、ついに佐藤亮が素晴らしい足振りましたね。まあここですよね、しっかりと佐藤選手は右で切り返しながら右を使いながら、最終的にはここで左で思い切って打ちましたから、またですかね、さあまたこう中央なんとか塞いで、ここトカチが顔を出した、小さく出すがちょっとシュート難しいが、シュートまでいくか、ここで根本よくシュート、しかも結構強いシュートになりました。パスをつなぎて、はい、しっかりと左で谷口選手をブロックしながら、左でここでですねブロックしながらしっかり振っていきましたから、ここで今タイムアップ、ガッツポーズ握りしめたのは東京ヴェルディ上副監督、うん、